でね、で今日の4本目これ最後、まあ、これさらっといきますけどね、今日新作です、これは。はい、で今日の新作はこれですね。監督がアレハンドロ・ゴンサレス・イリアトゥで、主演がマイケル・キートンでね、バードマンあるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡ですね。はい、今年のアカデミー賞作品賞を取った作品ですけどもね、で見たんですよ。で私はこのアレハンドル・ゴンサレス・イリニアトゥっていう監督さん、まあ嫌いですからね。デスノート、嫌い、デスノートに毎日名前書いてるぐらい、死ねって思ってるぐらいだけど、したらあのこのアレハンドロ・ゴンザレス・イニアトゥ、いや死んでほしくはないんだけどもね、あれなんですよ、アモールスペロスっていう映画とか、あとあの21グラム撮った人なんですよね。で僕その2本しか見てなくて、バベルっていうあの渡辺謙でた映画あるでしょ、俺はハリウッドに出てるって言ってろくでもない映画ばっか出続けてますけどね、渡辺謙さんでハリウッドで、であのそれなんだよ。で俺このアモールスペロスも大嫌いだし、21グラムも大嫌いなんだよ、本当。暗くて、で手ぶれでさ、酔うんだよ見てて、うるせえなと思って。であの映画部っていう、僕ちょっと部活動参加してまして、その映画部のメンツに見に行った人に聞いたら、暗いんでしょどうせまたって、あの交通事故で足失ったり、ずっと育てた犬死んだりとか、あとなんか麻薬やってたりとかして交通事故にあったやつ、あいつを殺してとかってまた言うんでしょつって言ったら、いや、なんか今回コメディーらしいよって、見る前に話聞いたんだ、今回コメディーらしいからそうでもないよって言ってたんだけど、やっぱり暗いんだよこの映画さ、なんか暗い人が無理やり笑おうとしてるみたいなこう感じっていうかさ。でお話はバードマンっていう昔こうヒットした映画をやった男が、もう一回その再起をかけて、リーガンっていう男が再起をかけて舞台をやるっていうお話なんだよね。でその舞台に打ち込んでいくってお話なんだけど、でそこでさ、このリーガンがさ超能力を使えるんだよ。こういきなりこう手をかざしただけで、例えば皿割ったり鏡割ったりとかするっていうんだ。だからこう幻想と現実が入り混じっていくっていう、そういうお話なんだね。でこの映画 ほぼワンカットなんですよ。で監督が、撮影監督、これまたルベツキですよ。で疑似ワンカットだから、2時間中映画2時間中の間もうほとんどカットが割られないのね。でもさ見てて思うんだけどさ、さっさと割っちまえって思うんだよね俺本当に。そうするとさ、見てる方向としていつカット割るんだろうっていう方向に変わっちゃうから、なんか気になっちゃって、いつまで引っ張るのかなと。まあオープニングから結構ワンカット長回しっていうのはありますよね。でルベツキって人はさっき言ったトゥモローワールドでも結構長回しのワンカットやってるんだけども、これ2シーンぐらいしかないんだよほとんど。確かメインのシーンどころでダーンってやったんでね。まあこれはとっても効果的な使い方だったと思うんだけど、さすがに2時間ワンカット飽きるよ見てて。でさ、幻想が入り混じってくって話でしょ。でずっとなんかいろいろ舞台が混乱していくんだ。本番前にさ、役者が一人こう照明が起こってきて死んだりとかして、急遽代役立てたらその代役が舞台むちゃくちゃにしたりとか、ひよかにあんたの作品絶対私はボロクソに言うからねってこう脅されたりとかするんだよね。なんか見ててもオープニングナイトとか、あと、今宵スコット・フィッツジェラルド劇場でってあったじゃないですか、ジェラルド劇場でか、アルトマンの遺作ですけど、結構この舞台の内幕を描いた作品って結構あるから、まあまあなんかまあたまんなかったですよね。テーマとしてまあありがちかなと思って、結局なんとなく、でもなんつうかな、あのやっぱさ、暗いタッチの作品ってまあまあ悪口言われなくないですか。これ僕の持論だけど、明るい作品ってバーカって言えるんですよ。さっきの俺たちは仲間だっつうのも、バカ野郎このヒップホップ頭悪いなって言えるじゃない。でもさ、ちょっとこうなんていうの、批評家が出てきたりとかしてっていうのってさ、言われねえじゃんなんかね。俺それにケチつけるの大好きなんだけどさ、いやでもね、同時にね、なんか目離せないとこもあるわけ。結局俺、人が出てきて、あんたのせいで舞台が台無しになるわとかさ、俺の舞台ぶちゃくちゃにする気かとかさ、そういうごたごた好きなんだね俺結局。なんだかんだ人が揉めてるの基本的に好きなんだよ俺やっぱりさ。でそこにさ幻想が入り混じってくるわけじゃない。重いんだけどなんか好きなんだよ俺この映画。あの
おすすめはしません、決して。あの僕も評価もやってるぐらいで、まあ分かりやすく今日点数つけたいモードなんて点数つけると、まあ70点60点ぐらいなんですよ。でもね、なんかいいんだよ。でも思い一つ思ったのが、文学的だって感じしました。小説的だというか、ポストモダン的と言いますかね。あのこうなんかこうどんどん積み重なっていくっていうかね、あのこう映画の枠組みというか、そういうものを広げようとしてるようなとこあんのかなっていう気はしたんだけど、同時に思ったのが、イリニアというさ、もう小説だとこの話進んでるから、あんまあんたやってること新しくないよって言いたくなる気持ちもあったね、うん。でもね、役者さんなかなか良くて、主演のマイケル・キート、これバットマンやってた人ですけど、だからバットマン以降はあんまマイケル・キートもパッとしないっていうところで、このバードマンっていうところでも一つ重なってくるんですけどね、これは一つね。でもマイケル・キート、僕バットマンの頃から見てて、バットマンの頃というかこの間見てすごくいい演技するなと思って、すごく大好きな役者さんですけど、とかね、あとエドワード・ノートンとか出てるから、まあその辺は結構演技の質としては保証されてるとこあるんですけどもね。あのまあとにかくちょっと小難しいとこあって、僕もなかなか評価しないとこあるけど、評価しづらいとこあるけども、まあアカデミー賞作品賞を取ってる、まあアカデミー作品賞を取っててつまんなかった映画ってあげたらきりないですけどね。タイタニックだ、ハートロッカーだと、ろくでもねえ作品もたくさんあるから、これがいいとはなかなか言い切れないとこあるけど、まあある程度の質保証されてると思うんで、まあ気になった方ちょっと見に行ってみてください。はい、というわけで今日の4本目は監督がアレハンドロ・ゴンザレス・イリニアトゥで、主演がマイケル・キートンで、バードマン、あるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡でした。というわけで以上、レビュー 2.9 キロでした。